29戦22勝 75% の勝率です。いやなんかすごい、昨日のアチョムさんとの戦いに比べて全然違う。行くぞ。First blood. この身は茂みがないんだね。違うんじゃないと。後ろ固まりすぎでしょう。ってからの遅いのか。
けるかな。あそこの壁は打たなくてもあの位置に釘付けにしてるってだけで、戦力にならなくなってるから倒したのと同じようなもんですよ。ああヘルキャットが来てる。いやらしい戦い方だ。相手からするとすごい嫌だな。敵だよ、敵は確認。戦績がない。後ろに1両いるだけで結構ちょっと分散して厳しいな。フル体力2両か。ああどっちもかなりうまい人だな。降り損なったら死ぬぐらいの体力。ああやられてる。きついな。していったのがいいかな。もうちょい体力残しとけばな。
さ、あの状況を見て残りの人が頑張るかもしれないのに、さあ出撃と目と脳が腐ってるんじゃないですか。
久々に南だな。いつも北だったな。してんの。ちょっと全然敵が見えないな。First Blood。さっきの家壊されたから。戦撃ポジションが時とだいぶ違う感じです。理解がおかしくなってしまった。理解がやった。味方はひどかったな。この壁は行くぞ。まあ、ここは中央を突破してくる軽戦車をまず迎え撃って、あと北側も眺めつつって感じ。
First Blood.東が全滅した。逃げるか。よし。
分が悪かったな。返し皆のブーンを祈る。First blood. どうしようやられた。セブンが来て、
刀のルクスがそこそこ動けるかな。さあ行くぞ。自走行だけもらわないようにして、いや誰か倒して長さん、これは今のはもう自分が倒したようなもんですよ。ゼロで優勢だ。
三突が見えてない。大草原地帯だ。ティア8か。57%の人がいる。出撃開始、皆のブルーンを祈る。八だから打たずに起きてしたっけ。行くぞ。おお、しまった。進行方向だけ気にしてて、手前の色に気づかなかった。
宮はこの交差点の家のここまで来れるんです。これで道路の向こう側まで見える。それで芝生に入ってる。芝生じゃん、茂みか。ロッカー持ってるからこの状態で気づかれたらすぐ交代してここの建物の裏に。First Blood。ヘルキャットまで西に行ってんだ。そうすると、まあ、3突ぐらいしか、3突そこにない。T34 の方が安定してるかな。ヘルキャッターどうしてもちょっと突っ込みすぎるとすぐ死ぬかな。アンティア8か。
ゃんと隠れてるのかな。First Blood。頼もしい。あの人たち正体なのか。ああ、あんまりかってあんなに出してる。あちゃまさん、これがうまい陣地転換ですね。あのヘリキャット最初この辺にいたのにもう劣勢になったから西側に逃げました。この正体もあんまり深追いはせずにこっちと協力してここを倒しに行くっていう感じ。配信したら強くなるんじゃないですかって。配信する前からさっき勝率 70% ぐらいだったでしょ。目の前出ちゃっていいの。そこは家の影ぐらいまで行く。負けてるじゃん。次3両嫌な駆逐がいいな。ガンが鳴った後にポコッて音が鳴るんだけど、これは見つかってから10秒後に鳴る音で、見られてなければ視線が切れるタイミングを知らせてくれる。倒したら実装の方と来たんですか。あ、来た。人じゃなかった
キャットはクソうまい人なんだな。成功してチャムさん、味方が頼もしいんじゃなくて、ちゃんと勝つ展開に持ち込んだんですよ。後半はあそこ真ん中に陣取ってたから、北と西に睨みを聞かせられたんでしょうね。C とかちょっと怖いな。まだ38戦しか戦ってないから突っ込んでくるな。南か、南はとりあえずここだな。ここに行ってこの辺がスポットできるんで、ここに行けばこの辺もスポットできる。さあ行くぞ。セオリーですよ。いいぞ、燃料タンクに避難するか。おお、ナイス。次の敵を探せ。マサモさんもね、初動が大事だってわかるでしょ。一方的ですよ。なんか突っ込んできた。
の位置で、ね、もう将棋の飛車角みたいにものすごい睨みを気をしてるでしょ。打ってまだスポットすらされてないよ。ひどい。意外にまだ数打ってないんだよね。戦車じゃないとこれがなんだっけ。今生き残ってお、敵がすごい自殺じゃなくて事故ったな。ああやっぱそこで当たりきれなかった。どこが安全に渡れるかあんまりよくわかんない。
そう、ちょっと、ね、敵の三両とも見えてないな。そうで、地層法が始まった、入れ壊しちゃった。あんだけって、入れ5-minute warning. Oh, I think I'll get it.そうだね、この辺の人が仕事しなすぎ。経験値14,000でプレミアムになる。おお、港久々だ。ああ、こっち来たー、いまいちなー。南だといいところがあるんだけど。
ここでイモルかもうちょい前に出るかぐらいよね。その前の岩と茂みを使ってここまではこれだったね。南だとここに陣取るとここが全部見えるから打ち放題。弾が貫通しない。First blood.踏み込んだ方が負けると思うんだよな。1対6。東は激しい戦いだったんだな。
率 70% ちょうどに戻った。またカレリアか。そしてすごいうまいチートを整える。マーク、これアメリカデフォルトで入ってんじゃないの。さあ行くぞ。次のバージョンで激化するマスター、なんかマークがつくんだっけ。First blood. ちょっとテクスチャーは汚いんだ。やだな。あんまり秒が上げるさな。熱暴走しちゃいそうな。下の方に赤いの、あれは被弾の跡ですね。赤いのが貫通で緑が弾いたやつ。均等に分かれてるな。5か。あれが出た。そういうことなんです。弾き返された。
撃破確認。モノクロムエルやったから。ちょっとアップされてんのかな。しまった、ちょっと状況判断が違った。勝利が確定してたので、あとはダメージを稼ぎに行ってました。もうやっぱティアは低かったから経験値は高くついてる。エルハルフ狙撃するぞ。右側配置だから、そこかな、ここ行ってこの辺、ここを狙う。
元の夫人を襲うんじゃない。First blood。完全に突破されてる感じ。ここに降りて側面を打つかな。機体壊れそう。挟まれてる。消えてるぞ。どんどん掴め。離体がおかしくなってしまった。離体が外れたぞ。移動不能。中戦車で飛行場か。よし、行くぞ。
First blood.勝率低かったのは、まあ、アチャモさん自身が負けるってこともあるんだけど、アチャモさんの奇妙な動きに気を取られて、行動をミスったり打ち漏らしたりしたっていうのが多分大きいな。修理はアイテム積んでて修理はできるんですけど、さっきはもう勝ち戦だったんで、使いませんでした。
修理キットは使ったら買わないといけないんで、もう久々の砂の子が東か、やだな。ポジションだとやっぱ山に行かないといけないけどな、結構死ぬんだよな。よし行くぞ。First blood.金弾は貫通力が違うんですね。普通の弾は貫通力160ミリで、黒金弾は240ミリ。貫通力が高いと格上の相手でもダメージ与えられるんで、めちゃくちゃ差が出るよ、課金の。本当にお金かけてやってる人ですよ。前段課金弾で戦えるからめちゃくちゃ有利。今課金弾8発積んでるけど、これ8発全部使うとたとえ勝利しても赤字になるぐらい。
戦車は正面の装甲値と側面の装甲値で全然違うんで、やっぱ格上の相手だと正面から抜けないんですよね。それを課金弾だと正面からでも抜けるようになったりするんで、そうするとだいぶ違う。もし優勢だな。あれかな、ヘルキャット占有がついたから全体的にちょっと上がったっていうか消えてんの。5%ぐらい全体的に動いてるんですけど、視界範囲も 5% 広がってんだな。視界が 400m で 5% だと 20m だから、結構違うな。数で分かってるけど、こっち自走砲ばっかりだな。この敵戦車はあと2発ぐらい当てれば殺せそうだから、確実に殺すために課金弾セットしました。西行くか。うおThank you.
勝率 37% で勝った。44戦31勝勝率 70.5%。 44戦で死亡率が21だから半分も死んでないね。生存率5割超えてるね。アチャモさん生存率1割ぐらいでしょ。そこはやっぱ違う。開始前にちゃんと敵味方の戦車の構成を見て、さあ行くぞ、敵の駆逐戦車に気をつけなきゃいけないなとか考えながらポジション取りをするんですよ、八村さん。結構上手い人がいつも陣取ってるんだ。叩きに行くか。
しくなってしまった。全体的に薄いだから大丈夫。さっさと上がればいいんだ。VK30 も位置が多い。 D と P がある。ヘルキャットが3人、1人は上手い人だけど他2人は当てられない。どうする、どうしよう。抽選者1台だけだな。皆のブルーンを祈る。こここんなになってんだ。どっから見る、あいつか。射撃。
抽選者がいなかったからな。抽選者だけど、抽選者の位置取りしちゃって、あれだったな。コマリン南がいいな。南北か。よし、行くぞ。あ、じゃあさ、この時点でもうこっちは手薄だから、もうここはあんま前でないで、この辺でディフェンスって感じで、攻めはこっちに任せって、そういう読みをしないといけないんですね。敵はもうみんなこっち入っちゃったな。微妙にここ視界が届かないな。戦車が全然見えない。こっち来てんの。バーストブラッド。あ、 AFK かな。アチャモさん、そういうの分かってくださいっていう話です。そういうの説明、いちいちアチャモさんに説明しようとしてるから、敵を打ち漏らしちゃったりして勝率下がっちゃったんですね。敵が来た。こっちで芋ってんのかな。
しすぎて更新された。あ、さっきのやつも勝ってたんだ。人を見てると本当にいつも最後の最後まで残ってるから、やっぱああいう局面でも前に出ないのがいいんだよな。地戦で重戦車が来るの？First blood.重戦車を置いて、初っ端から全弾かけたんです。
西が突破された。西じゃないか、東か。ハチャムさん、この動きですよ。全体を見てタイミングで味方ベースを狙える。ここのポイントに布陣。でもまだこの人頑張ってる。もう攻め撃戦も味方が知ってたでしょ。キャップはあのキャプチャーの略です。あーしまった、3倍だったのにしょぼい成績だった。相棒く南がいいな、南が。よし来た。ここに陣取ってここを打つ。優秀なスカウトが言ってくれるから、あの人が発見した敵を撃つ。
First blood.南誰も見てない。やばいな。貫通しないだと？跳ね返されたようだな。弾き返された。跳ね返された。伸びた。
スンドラでヘルキャットはまあそれだけしかないな。南だったらこっから狙撃で、北だったらこっから狙撃。北はここもあるか。さあ行くぞ。ここ遠いな。重戦車がいないのか。First Blood。人がうまいっすね。やったぞ。そっか、一段上登んないとうまく狙撃できないんだ。逃がすな。当たったぞ。指導めしたけど、隠れちゃった。車線通んない。4-8劣勢だ。
人で突っ込んでスーベースとか出されても、ね、その地蔵を行くのまずいでしょう。長もさ、7000戦もしてるんだからさ、勝ちパターン覚えるレベルですよ。今まだ3250戦で、長もさんより半分以下しかやってないのに。体がついてこない覚えたって言わないじゃん。出撃開始、皆のブルーンを祈る。このマップだったらさ、最初行くとこ完全に決まってんだけど、いつもここの茂みに行って足を見るか、あとは真ん中でこの辺ケアするかっていう感じで、みんな行ってるな。おお、虫が突っ込んでった。ヘルキャットはここで止まるべきでしょう。First blood.
敵が来ない、こっち。敵みんな北に行ってんだ。あら、うまい ELC も撃たれた。しまった。見事な自殺でしょ。あ？ちゃんとあのクルーズコントロールリアに入れて、その間にチャットを打ってみんなにお別れを告げて入水自殺ですね。
な。ハッチャコさん何言ってんの。よし行くぞ。みんな潔い最後だと思ってそんなこと言わなかったでしょ。自殺したら相手にキルを与えないだけです。First blood. He's on. Got it, son. さっきの戦闘で学んで。さっきより一段高いところに陣取ったから当てられたんです。じゃあさ、これは学ぶってことです左全滅だな。
キャットがまだ残ってんだ。そんなにうまくはないです。パソコンか。一番経験値もらってんだ。そんなに与えてたの。52戦36勝。取れたら終わりにするか。これ取れたらプレミアムアカウントが1日始まっちゃうんだな。あと8000。視線外れたかどうかっていうのは、しようとして相手が姿を見失ってから5秒から10秒間は姿が表示され続けるんで、見つかった後10秒以上間を空ければ、とりあえず視線切りできる。でもさ、視線外すの勘だと思ってたの？さあ、刺激！見つかった後すぐ隠れて10秒間待てば確実に視線が切れるんですね。すぐ見えない位置に行けるようにこういう茂みと岩の場所で陣取って発見されたらすぐに下がって、こういう場所岩の後ろに隠れて10秒待ったらまた茂みに出ていいわけです。
スいけるかな。いいぞ。リタイキットもいいな。当たったぞ。ああちょっと焦った。でも誰かリタイキットくれた。射撃向こう。人の痛いな。First blood。駆逐戦車ならやってるよとかじゃなくて、第六感あるかどうかとかに関わらず、基本の行動ですよ。左翼に固まってんのか、味方は。あ、じゃあもうさ、戦犯って負けにの原因ですよ、チョンさんみたいな。負け戦を勝ちに変えるのはさっきみたいな開幕で敵重戦車1両やっつけたりするとランチェスターの法則で開幕で15対14だから自乗して25対いくつ。装甲が強いようだ。貫通しなかったぞ。で今見つかったから10秒待ってまた出れば見られないわけです。何、弾き返されたぞ。右側がやばい。だから向こうに合流して生き延びる。ちゃんさん何を肩からほうがどうだろう。今のは位置取りが重要でしょ。そういう細かいことじゃなくてこの位置取りの重要さを学んでほしいわけですよ。
クレザとか。このマップほとんどこれ山は意味ない。出撃開始、皆のブルーンを祈る。なるからこれが目安になってて、これを聞いた後にまた出れば見られない。敵の軽戦車が2両いるから、あれが突っ込んできたら死んじゃうから一歩手前にしたんです。そしたら予想通り敵の軽戦車も突っ込んできて、あいつとここで戦ってたらもう敵から集中砲撃を。いいぞ、よろしい。あれだな、昨日マチョモさんと苦行を積んだせいで強くなった感じがする。マチョモさんは強くなんなかったけど、自分はあの
ちゃんとくっつけようという拷問をやりきった。